この番組は新しいアーティスト活動を創造する LA プロジェクトと下北沢のビートルズバーブレスの提供でお送りします。始まりましたね。MC は私、LA プロジェクト代表の高山と、ブレスの制作担当しております小野寺になります。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。実は前回も撮影した時ですね、番組タイトルが決まってなかったもんですから、ね、番組内で番組タイトルのやつ、我々の名前もちょっと紹介し忘れてしまったということで、後で編集しててしまったと思ったんですけども、はい、今回はちょっと番組タイトル決まりましてですね、普段ブレスで行われている対バンイベントのタイトルをそのまま取りまして、はい、それがちょっと番組になりましたよというような感じで、進めていければなと、はい、思っております。1回目から結構なんか空いてる感じがするんですけども、はい、コメント私の周りでは評判良かったんですけど、そうですね、僕の周りの方でもね、かなり好評だったので、そうですね、はい、ちょっとほっとした感じがありまして、また今月からね、ちゃんとこうなんですか、紹介していけるものも増えてくると思いますので、はいはい、やっていきたいと思います。はい、まず CM の方を挟んでまたですね、はい、ブレスさんの紹介からお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いまず、最初にですね、いつものようにブレスさんのコーナーから行きたいと思うんですけども、はい、今月のおすすめ情報、小野寺さんの方からよろしくお願いいたします。最初にも言ったんですが、フリーアザーバードというイベントをブレスでは、毎月行ってまして、まあ、5月は特にその中でもおすすめが5月5日の夜ですね、はい、この日にバンドが多いんですけど、特にザ・アップルパイっていうバンドが、とてもかっこよくて、この日を皆様にお勧めしております。このアーティストさん、はい、今後この番組フリーアザーワードでも取り上げていこうと思ってます、もう結構こうメインな感じで追っていくような、そうですね、追っていくような感じでやっていこうと思ってます。もう5月以降もじゃあ結構ライブにこう、そうですね、定期的に出る感じ、定期的には出るっていうふうになりそうなので、そうですね、そしたら次回以降ね、動画なんかも用意して、はい、ご紹介できればいいかなと。まずはもう皆さんに生で見てもらいたいなと、とてもあるので、はい、5月5日の夜に、はいはい、この日、6時半にオープンして7時からスタートになってます。はい、はい、ゴールデンウィークのもう最終の最終日になりますね。なるのかな、はい、ぜひお時間ある方は、はい、お越しいただければと思います。はい、ということで、はい、次はうちのコーナーに行きたいと思います、はい、今回ちょっとブレスさんのね、ご紹介するイベントの方が少ないということで、はい、ちょっと多めにうちの方で告知させていただきたいなと思ってるんですけども、はい、実は前回第1回放送で専属サポートでうちでバン・アヤカという女性シンガーソングライターをサポートしているというふうにお話しさせていただいたんですけども、はい、実は先月末でですね、うちとのサポート契約が終了いたしまして、本人が独り立ちしてちょっと頑張っていきたいということなので、はい、今後とも皆様応援していただければと思います、はい、で、バン・アヤカの方がですね、まあ、うちから離れたこともあって、もともとずっと専属サポートできるアーティストを探してはいたんですけれども、はい、より強化してですね、うちとしては今サポートできるアーティストを探しているところです。で、基本的には、まあ、私の方がもともとそういうサポートの仕事をしたいという思いがあったので、そういったところからこう LA プロジェクトっていうのを立ち上げてはいるんですけども、まあ、レコーディングとかですね、アーティスト写真、それから動画撮影とか、そういったことを基本的に一手で全てうちの方でできますので、はい、それらをこう組み合わせてですね、いろんな形でのプロモーションだったりとか、活動の役に立たせていただければなと思ってるんですけども、例えばこの番組なんかも、まあ、うちで
撮影して編集してっていう形でやらせていただいてますけど、あのうちの専属でこうサポートを受けるっていうことになればですね、この番組の BGM とかですね、はい、あるいはエンディングテーマとか、はい、あと僕実際ここに来てもらってちょっと演奏してもらったりとかですね、そういったこともいろいろこうプロモーションとしては考えていきたいなというふうに思ってますので、まあ今一人でやられてる方とかでですね、ちょっとスタッフとしてマネジメント部分でサポートしてほしい人がいるなとか、まあ、そういったことで探している方なんかはぜひちょっと一度でもいいんで、はい、ご連絡いただいてですね、どういう感じでサポートしているのかとか詳しい内容とかをですね聞いていただければなというふうに思ってます、はい、まあ、ホームページの方からお問い合わせフォームもありますので、そちらから直接メールでやり取りしていただくのもいいですし、あとまあ私自身も何度かこうライブ時々ね出てたりしますので、そちらの方に実際お越しいただければ直接お話しできる機会も多々あると思いますので、ホームページの方からですね私の活動情報を含めてエレンプロジェクトの方でどういうことをやってるのかというのをちょっと検索してみていただけるとありがたいかなと、はい、思っております。まあ、あとはですね、そうですね、そのこの番組自体、この番組自体もそうなんですけども、アーティストのその人自身の番組を作るとかですね、そういったこともいろいろできるかなと思ってまして、もともと最初そのバン・アヤカの方でですね、私の方で作ってみようかなというのも考えてはいたんですけども、ちょっと今回その一人出しということでそういったもろもろできなくなってしまった部分もあってですね、うちとしてもいろいろやっていきたいっていう思いが強いので、はい、ぜひですねそこに乗っていけるなって思える方はですね、ちょっとご連絡いただければなと、はい、思っております。はい、とりあえず告知としてはですね、LA プロジェクトの告知としてはこれぐらいかなと思っておりますので、はい、何卒よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。美しいものが見える、それ今回ですね、ちょっとお知らせすることが比較的少なくて、はい、だいぶ時間がある感じになってますので、せっかくなんでちょっと一件私のライブ告知をさせていただこうかなと思ってるんですけど、はい、実はもう明日になっちゃうんですけど、明日5月の2日ですね、約半年ぶりに私下北沢ブレスさんの方に出演させていただきます、はい、オープニングと先ほどブレスさんのコーナーでもお伝えしたフリーアザーバードっていうですね、はい、フリージャンル の、ね、対バンイベントで、今回はちょっと私以外皆さん女性の方でです ですね非常に私の中でも意外と珍しいライブにはなってるんですけど、もしよろしければですね、実際に私と直接お話もできますし、そうですね、見に来ていただけると嬉しいなと。またギターがね、素晴らしいんで、ちょっと触りだけね、今日その告知で一体その高山っていうのはじゃあどういうアーティストなのか一応 LA プロジェクト その代表としてこちら出させていただいてますけど、高山のアーティストとして の活動はどんなものなのかっていうのがちょっと見せられたらいいかなと思いまして、はい、今日実はちょっとギターを持ってきてまして、ちょっと触りだけなんですけど、さらっとちょっとですね弾こうかなと思ってるんですけど、まあもうちょっと5月なんで時期は過ぎてしまったんですけど、まあ、春だったっていうのもあって、あと皆さんが知ってる曲がいいのかなっていうのもあってですね、はい、ちょっと福山雅治の桜坂という曲をですね、ここでちょっと弾いてみようかなと。素晴らしい。まあ実際私を知ってる方は見てる方でいるかもしれないんですけど、歌ではなくてちょっとインストになってしまうんですが、こんな感じでやってますよというのを見ていただきたいなと思います、はい。
しければ来ていただければと。これはギターの音が本当にいいですよね。いや、ありがとうございます。これ僕も聞かせてもらったんですけどね。そうですね、すごくいいんですよ。この間言っていただいて、もう私そここだわりで、まあ、インストに合ったですね、ギター選びをしてますので、音もこだわってるところなんで、ぜひですね、聞きに来ていただけると嬉しいなと思います。よろしくお願いいたします。LA プロジェクトでは専属サポートをするアーティストを募集しています。レコーディング、写真撮影、動画撮影などですね、幅広く行っておりますので、それらを組み合わせた効果的なあなたのプロモーションをしていきたいと考えております。またその際のアーティスト負担はほとんどございません。ご興味ございましたらですね、ホームページのお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。またホームページではコンテンツの一部をご覧になれますので、そちらを見ていただいて、これは役に立つなと思った方はぜひご連絡いただければと思います。 LA プロジェクトよろしくお願いいたします。はい、ということで、はい、今月ももう終わりの時間になってしまったんですけども、はい、早いもので。早いですね、なんかだいぶね、リラックスしてやれるようになったかなと思うんですけど、このね、続けていくことで2人のコンビもこう良くなっていきますので、どんどんね、こう行ければいいかなと盛り上げていきたいですね。そうですね、思ってます。で、先ほどですね、5月5日の、はい、フリーアザーバードのご紹介をいただいたんですけども、はい、今月のいつものビートルズセッションの方はどうなってるかなと。はい、そうなんですね。まあ、その5月1日放送日の昼にもう昼ブレっていうのがね、行われてるんですけども、それ以降も、5月20日の金曜日、こちらの夜と、5月の28日ですね、はい、土曜日、こちらの夜、あと5月30日ですね、セッションがありますので、ぜひプレイヤーの方も、見たい方も、はい、両方来ていただけたら、そうですね、ビートルズ大好きな方はもう、そうですね、私も一回見させていただいて、毎回すごい盛り上がっているので、はい、もう皆さんね、持ってくる楽器もやっぱりビートルズだなっていうような、ね、感じで、すごいもう本当に見た目からこだわってる方たちも、またね、その楽器を持ってなくても、店内に楽器全部揃ってます。歌詞カードもあります。楽もある、楽譜もあるんで、ぜひもう手ぶらで本当に来ていただいて、ぜひご参加いただきたいなと、はい、思ってます。あとなんか噂に聞いたんですけど、はい、なんかブレスさん主催で秋にイベントがあるんです。そうなんですよ。10月の16日日曜日に、はい、ブレスの主催の野外イベントが。イベントが決まっております。下北沢でやばいイベントって今までなかなか聞いたことがないですけど、下北沢でやりますんで、もしかしたら初かもしれないという。そうですね、こちらまだいろいろ公開できないことが多いんで、これからこの番組で、どんどん公開していこうと、追ってちょっとどんどん情報出せるようになり次第ですね、追って連絡こちらでね報告していきたいなと、思っているんで、はい、ぜひその辺も今からですね、10月16日、チェックしておいていただきたいなと、思ってます。で、番組の方もまた来月以降もですね、一応1日放送ということで目指して、はい、やっていますので、本当によっぽどのことがない限りは1日で上げていきたいなというふうに思ってるんですけども、まあ、来月以降はですね、またアーティストの情報もちょっと多めに出していければなというふうに思ってるので、はい、本来番組でやりたいなと思っているアーティストの動画とかですね、はい、そういったのもどんどんこう出していきたいなというふうに思ってますので、そちらの方もですね、ぜひ楽しみにしていただければなと思ってます。はい、なのでもう本当に今月もこれで終わりになっちゃうんですけど、また6月1日もですね、第3回放送、ありますので、ご覧いただきたいなと思います。はい、今回も、ありがとうございました。この番組は新しいアーティスト活動を創造する LA プロジェクトと下北沢のビートルズバー、ブレスの提供でお送りしました。